ギボ先生2。ギボ先生からの皆さん、はいさい。よし。さあ、ギボ先生の人気企画ギボレール、人気よこの企画。多分、手だこ裏西駅来ました。ここをね、駅メロをレポしたいと思います。那覇空港からね、ここまで今伸びました。もともと首里のね、那覇市内で、完結していたんですけども、まあ今、最近ですね、手だこ浦西、まで伸びまして、浦添市かな、浦添市と西原町というところまで伸びてきてます。非常にこう便利になってきてますんでね、観光の皆さんや地元の人ももちろんね、利用、していく駅になるでしょう。手だこ浦西駅レポしたいと思います。行ってみよう。はい、では1日乗車券買いました。いきます。行き場がないぞ。行き場がないかも分かんないけど、ちょっと新しいね駅なんで、いつもねその壁画がありますけど、あるのかな、ちょっと探してみます。ないかも。あれ、もしかしてこれじゃね。見えますか皆さん、これまでギボレールでレポしてきた壁画、最後はドカーンと天井にありました。これはすごい。このアートはすごい。太陽はこの地の、深くに刻まれた歴史やこの地で色づく自然のエネルギーを吸い上げ、今を生きる人々を照らす。沖縄の読み方ですね。ティーダ、明日を生きる私たちの足元を照らす路線となって膨らんだ夢を運んでいく。ティーダ未来新地球号に乗って浦添から中部北部や、そして真波の沖縄へ一飛び。またここからね、次に、この行く、この中部北部にね、また沖縄ってまだこの半分も行ってないですからね、ここからまたさらにこう、そのうちこうモノレールも伸びるであろうし、その車とか高速とか、車でいろんなところの沖縄をここからさ旅立ってくださいという意味も込めて、多分この最後のね壁画になったんだと思います。まあ、いろんな壁画シリーズやってきましたけどね、一番、ゴージャスですね。素敵な壁画いただきました。イエス、乗ります。一応エスカレーターもありました。はい、手だこ浦西駅、ホームですね。トンネルもあります。もう思ったよりも、もう僕の感想ね、もう少し大きな駅かなと思ったけど、見てください、まあ他の駅と変わらず、まあ、大きさとかの広さもね、こじんまりといった感じですけど、まあ、新しくて綺麗ですね。で、駐車場がね、やっぱり広いんですね。まあ、ここは高速道路からの高知インターからもね、5分ぐらいでバスで来れますので、そういったアクセスも、いいです。これからさらにもっといろんなアクセスがね、良くなる駅になると思います。ぜひね、手だこ浦西駅、遊びに来てみてください。はい、ギボレール企画、まあ、今回ね最終駅ですけど、僕自身もいろいろね勉強になります。そして楽しい。今日の駅名は何だろう。では乗ります。
手だこ浦西駅、終着駅でしたね、そこではひや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 みかちうきりひやみかち節が流れてました、素敵ですね、まあ、最近義母和也と大城健太郎さんでこの動画も出してます、フルのね、演奏動画も出してますね、見てみてください。いろいろ行ってきましたけど、この人気企画とりあえず一旦終了でございます。またね、いろいろ、沖縄あるある、義母先生2もうちょっとだけ続きますんで、何やるかまだ決めてないんですけどね、ノープラン。まあでも何かやりますんで、引き続きこうご期待。義母さんでした。また来週。